ちは。私たち農林水産省中国四国農政局の違いのわかる大人になりたいということで、中国四国地域のいろんな食材を食べ比べて、その魅力を楽しく発信していきたいと思っています。2回目の今回は、前回食べ比べた柑橘を使ってゼリーを作っていきたいと思います。セトカをいただきます。色が濃いです、ちょっと綺麗な色になりますね。とても美味しいです。甘みがやっぱり強いですね。皆さんどうでしたかね、食べてみて。私は小夏が一番好みでしたね。酸味があって、これからの季節にぴったりだと思います。でもどれもとても美味しかったね。なるほど。やっぱりどれも中国四国管内の柑橘は美味しかったということですね。中国四国管内では他にもいろんな種類の柑橘が生産されています。そのままでもこういうふうにアレンジしても楽しいですので、ぜひ試してみてください。柑橘食べてみたいなと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。バズマフでは他にも楽しい動画がアップされているので、そちらもぜひご覧ください。